間しか起きてられなくて。あ、痛いね。かわんでますね。よいしょー、ここも痛いでしょ。僕も痛いとこ見つけた。不正アクセスで213万勝手に振り込まれてました、金子です。はい、ストレッチウェーブに行かれたでございます。すごくない？残高見たらどう見てもおかしいわけよ。ネットバンキングで見てみたら213万円全然知らないところに振り込まれてんの。気をつけてください。俺か今日ですね。うちのこの 3S、 僕が作ったストレッチ専門店の岩田のスタジオの方いらっしゃってますので、ご紹介お願いします。はい、 3S 岩田スタジオから来ました、代表兼トレーナーをやっております神谷と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。入れ立ち普通じゃないでしょ。もうあれは何、髪上げてんの、もしかして横だけハゲてんの、どっちどっち。もしかしてやたらムキムキだけど何あれ。ただもんじゃないですからこの人。なんであなたが僕のストレッチ専門店やるのっていうような経歴の持ち主なんですね。今までは筋肉を生かさずですね、お花屋さんでフラワーデザインをずっとやっていて、ね、すごくない？この顔でこの髪型でフラワーアレンジメントって今。そうですね。でそれプラス現代アート作家みたいな感じで、それこそ絵描いたりちょっとした造形作ったりして、国内外でちょっと展示とかを。芸術家なんですよこの人。手技ですよね、手の技、自分の手で何かをするっていうのをずっと生業としてデザインだとか体ってどうでもいいみたいな感じで思われがちなんですけど、うん、ものすごく大事で、芸術にするにしてもアートするにしてもメンタルを支える基盤を作るの大事なんですよね。だからめちゃくちゃ健康器具使ってめちゃくちゃムキムキにして細かい絵描いたりしてますこうやって描いてます。頭の中は普通の僕らのような考え方と多分違うと思うんですよね。見方とか表現の仕方が多分より細かくて。変態ですね。研修やってても理解が早いんですよ。一を知って十を知ってって言葉ありますけど、まさしくそれがこう当てはまる方で、まあ、始めるきっかけっていうか2年ぐらい前に父親がまあ病気みたいな形で急死しちゃいまして、うん、人生もっと豊かに熱く生きないといけないなと思って、うん、豊かさってなんだろうと思った時に、うん、自分だけ楽しかったり金持ってたりしても寂しいだけじゃないですか、うん、社会とか、うん、他の人になんか貢献して役立って、うん、その人たちが笑顔になったりすると、うん、僕たち見てて嬉しいじゃないですか、うん、よかったなって思うとそれ自体が自分の豊かさになる。金子さんの YouTube 見て、うん、それこそ公益ね、ああ公益、そうです、はいはいはい、この技をやることによって社会のためになる、うん、だからこれを広めていきたいっていうのをね、うん、YouTube でおっしゃっていたんで、うん、これしかないと思って、すぐに応募させていただいてムキムキな手挙げなくていいんですよやっぱ 100% じゃないじゃないですか、うん、クライアントさんにとっても僕にとっても思うような成果が上げれない時もやっぱあるんで、うん、まだまだやっぱ精進しないといけないなと思って、うん、精進って言葉を使うわけですね。ね、ただものじゃないでしょ皆さん今個人のトレーナーの成績フランチャイズの中ではトップです。思いがちょっと違うと思うので、ストレッチの技法とかではなくて、やっぱりやってる人間によってこの手のパワーって出るところってやっぱあると思うので、まあ、本当に困ってる方は行ってみてください。はい、神谷トレーナーの方にやっていただく方をお呼びしましょう。お名前とご症状どうぞ。マナマナです。マナマナ、また癖強いの来たなおい症状は頭、肩、首、背中、うん、全部痛いです。ズシンってなんか鉛が乗ってるかなって感じの痛さ、うん、今痛み止めとシップだけ。あ、それだけでなんとかしてごまかしてるような感じというか、うん、腫れを打ったり整体やれたり、まあ、今してないです。なるほど、まあ、散々やったら髪の毛もそんな色になっちゃいますよねエメラルドですもん。もうこれ何今日芸術家の会、これこっちから刈り上げる人もいればさエメラルドグリーンの人もいればさ、これどうしたらいいの、俺が地味に見える。これ普通のことなんですか。床屋さんです。床屋、そういうことでは芸術家の方ですね、主義ですもんね。床、はい、屋さんだったら結構大変なんじゃないですか。1日に2時間しか起きてられなくって、もう店閉めちゃいました。え、ずっと切ってることはできない。できない。一番どこが痛くなっちゃうんですか。背中やると痛みだけでね、うん、25年前に交通事故で後ろからドーンってやられて、うん、そっから3回オカマ掘られました。そんなにオカマ取られる、うん、具体的に何か困ってることありますか。とにかくここの背中が痛くなっちゃうんで、うん、起きてる時間が少しでも長くあったらいいなと思って。なるほど。先生のことは20年前にテレビで見たことがあって、最後にグーンって背中伸ばすじゃないですか、うんうんうん、あれ見た時にいや怖い怖い、そんなのできないできないって思ったんだけど、うんうん、つい最近令和の虎、うん、え、ギュンってやる先生だと思って、うん、ずっとやってるんですよ。ギュンギュンってやってるんですよ20年間すごい勉強されてこられたんだなと思って。そうその間20年私はどんどん体悪くなってるし先生どんどん前に進んじゃってるし、こんな差が開いて、いや別に競争してねえじゃんあんたと行くなおい行くじゃねえかよ
ゆっくり沿ってって隣のところで止まってください。これだろ。あ、そうでもないな、これ。はい、どうぞ。まあ、3S のストレッチは、まあ、神経筋ストレッチって言って神経と筋肉を混在させて伸ばすんですね。螺旋的ストレッチっていうのがクロートなんですよね。これがプロの技だなと思うんですけど、最後伸ばしますね、はいはい、息を吸ってほらねじったでしょ今、手のひら落ちたからね、こうやってこう持ったのがこう来たでしょ。これでスパイラルムーブメントでストレッチができる。このムキムキ加減取っておいたわけですよ。もう上腕二頭筋ムキムキ鍛えすぎちゃってムキムキですから。もうああが赤い、おいいね、ようやく来た。エメラルドの叫びが今始まりました。皆さん噛んでますね。OK、 もう一回だけ急にエイカムの先生みたいなのやめてもらえますよ。 OK ってエメラルド痛い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 。めちゃくちゃ硬いです。お腹が硬いんだね。健康になったらもう一回床屋床屋もやりたいしボディーボードしたいです。ボディーボードへえ。鼻で息吸いながら後ろから体後ろに行って、そう、オッケー、そこでいいよ。息止めて、お腹膨らませて、いいよ。へこませますよ。飛び魚を見たくなる、飛び魚ですね。いいんだな。お疲れ様です。せっかく組まれて僕にやられないのも何でしょうからね。痛い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 。ゆるゆるになったよ。さあ、さあ、見てください。ゆるゆるになりました。なりましたよね。はい、どうぞ。うわー、すごいすごいすごいねえ、はい、どうぞ。うわー、すごいすごいすごいこの顔ゴー、はい、歩いてってはい、軽やか拍手みんなの挨拶スピードがいいでしょう。はいね、軽い軽いよね、うん、今の感じはどうですか。すっきり痛ったけどすっきりしました。すっきりした表情もいい感じだもんね。前半はシリーズでやっている神経筋ストレッチなので神経と筋肉同時に伸ばすやつなんですけど、だからグイーッとか伸ばされると気持ちよくなかった。そうなんです。あれねじりながら螺旋的なストレッチっていうのが入ってるので筋肉柔軟性が上がりやすい。その次に肋間神経だよね、痛いのね。肋間神経だとここか、後筋ですかね。後筋、横隔膜も結構硬かったですね。なるほど。いつも僕がやってる後筋と肋間神経と横隔膜が硬いの、背骨が全部硬くなるところが緊張したみたい。自己のせいだね、だからね、まあ、完全ではないんですけど、もうちょっといい状態になった時には多分戻らないと思います。元気になりそう。なりそうでしょ、うん、これだったら床屋もできるし、できそうボディーボードもできそうだよね。できそうほらこの嬉しそうな顔、財産でしょこれ。豊かな感じでしょ。これです、これですよね。これね、だって金積んだってできないからね、うん、精神的な利益ですよね。はい、こういうのがあると我々頑張ります。ちょっと泣きそうじゃん。泣いてるの。よかったよかったね。もうすごいからはい、ストレッチ今日も大成功、ありがとうございました。よかった。ここで復活するかもです。ボディーボードも金子忠のストレッチ技術が学べるストレッチ大学生徒募集いたします。今回はですね、コースが2つです。まず1つ目、全くの未経験の方でもしっかりプロになれるストレッチトレーナー資格化。こちらは金子忠が丁寧に未経験の方に分かりやすく教えます。そしてもう一つ、神経系ストレッチ化。こちらはですね、もうすでに治療家セラピストとして活躍されている方がさらにゴッドハンド化するような、そんな高い技術が学べます。このストレッチ大学で金子忠が直接皆さんに教えますので、 YouTube で見るような慢性痛で苦しんでいる人たちを皆さんで助けましょう。そして皆さんの人生もより良くなるじゃないですか。やりがいがあります。ぜひ金子忠と一緒に楽しく学んで充実しましょう。お申し込みは概要欄から。それでは、はい、金子忠が開発した美姿勢教材 S 帯、これね、最新の進化バージョン
幕開けにて販売中です。皆さんが気になってる下っ腹とか姿勢とか腰痛とか、これね、腹部に圧をかけることによって全て解消されるんですよ。もちろん姿勢も良くなるんです。だから僕が考えたこの SOB、 これがねめちゃめちゃ伸びるわけ。この伸びるのと筋肉の伸び縮みと両方組み合わせることによって自分の体がキュッとなるので、これぜひ体験したい人はしてください。皆さんの体変わると思います。詳しくは概要欄から見てください。それでは